とある雑木林にやってきました。明るく風通しの良い、雑木林です。雑木林の中の、こちらの一本の木を観察していきました。木の幹にはアリが行列を作っていますね。黄色く小さなアリです。木の幹を上下にですね歩く感じで行列を作っていました。このアリは黄色しりあげアリです。この木の幹にはたくさんの黄色しりあげアリが行列を作って歩いていました。同じ木の幹ですね、少し違う場所を観察してみると同じぐらいのサイズの小さな黒いアリも行列を作っていました。数はですね、先ほどの黄色しりあげアリよりも多くはないんですけれども木の幹を歩いている様子がわかります。こちらはハリブトしりあげアリです。黄色しりあげアリと同じしりあげアリという仲間のアリです。非常に近い場所を行列を作っていた2種類のアリですね。彼らはどこに巣を作っているんでしょうか。黄色しりあげアリの方は木の根元、石の下をひっくり返すと、巣穴につながっているような穴を発見することができました。それからハリブトしりあげアリですね。こちらはどうやら木の幹の、ちょっとした隙間ですね、ここから出入りしているのが確認できました。ですので、この木の、樹皮の下とか、そういった場所に巣を作っているものと思われます。ここでも、木の幹の隙間から顔を出してますね。おそらく巣の出入り口にあたるのかなと思います。黄色しりあげアリの行列の方に、カメラを向けてみました。この辺りですね、木の根元の、巣の出入り口の他に、こちらの、木の樹皮の下にも、行列が続いているようでした。ですので巣の一部は、土の中ではなく、木の幹の中、この場所に、あるものと思われます。黄色くてですね、それからしりあげアリ特有の、ハート型の腹部、それから、腹部を持ち上げる、しりあげができるような、構造の体ですね、特徴的な体型をしています。黄色くて動きは、ゆっくりで、とても可愛いアリですね、人気の高いアリです。続いてハリブトしりあげアリに、ちょっとフォーカスを向けてみます。
こちらは黄色シリアギャリと違って、黒い体をしています。ただ真っ黒ではなく、特に頭部や胸部は、褐色みがかった色をしています。体のサイズは、やや黄色シリアギャリよりも、若干大きめです。こちらも色が結構わかりやすいですね。ちょっと赤みがかった、褐色の体をしています。で、同じシリアギャリの仲間なので、腹部の、形状ですね、これがシリアギャリ特有の、特徴的な形をしています。怒ったりするとこの腹部を持ち上げて、埋角をしたり、蟻酸を飛ばしたり、そういった行動が見れます。今回見つけたこちらの2種類のシリアギアリ、彼らは同じ木に住んでいます。そしてとても近い場所に巣を作っています。時にはこうして出会ってしまうことがあります。こう比較すると黄色シリアギアリがより小さく、ハリブトシリアギアリがより大きいことがわかります。このように接触をしてしまっているな、いるんですけれども、大丈夫でしょうか。同じ木にはトゲアリも時折、歩いてきていました。こういった日常の中で、黄色シリアギアリはハリブトシリアギアリに捕まってしまいました。3匹のワーカーに囲まれて、もう身動きが取れない状態ですね。しかも黄色シリアギアリ小さいですので、ちょっと分が悪いかなという感じですね。それから興奮したハリブトシリアギアリは腹部を、右上の個体ですね、腹部を、シリアギアリの、独特の形状にこう振り上げているのが分かります。弱く見える黄色シリアギアリが捕まってしまっていて、何とも言えない気持ちになりました。ただ、黄色シリアギアリも小さいですが、もちろん、戦うことができます。ちょっと数センチ、10センチ弱ぐらいですかね、ずれた場所では今度は逆にハリブトシリアギアリが黄色シリアギアリに捕まっていました。もうちょうど真逆の、シチュエーションで、とても、面白い光景です。ハリブトシリアギアリの方が大きいんですけれども、多勢に無勢という感じですね。多くの黄色シリアギアリに囲まれて、こちらも身動きが取れなくなってしまっています。果たしてこういった、接触が、単なる喧嘩で終わるのか、相手を殺してしまうのか、ちょっとそのあたりは、観察はできなかったんですけれども、両種が、共存しながら時折、このように接触をしてしまうことによって、こういった光景が日常的に、見えているんだなと思いました。ということで今回は、とある雑木林で繰り広げられていた、禁煙の、シリアギアリのグループの2種類、黄色シリアギアリとハリブトシリアギアリの共演をお届けしました。どちらもとても小さなアリなんですけれども、よく、座って、じっくり観察をしていくと、こういった面白い光景を観察することができます。ぜひ森に行ったら、よくいろんなところを観察してみてください。